レオノールデ・アラゴンは、ポルトガル王・ドゥアルテ一世の王妃。10年後に、アラゴン王・フェルナンド一世となる、カスティーリア王子・フェルナンドと、キレオノールデ・アルブルケルケの娘として、カスティーリアのメディナ・デル・カンポで生まれた。1428年9月、ドゥアルテと結婚した。休死を設けたが、成人したのは5人である。1438年に、ドゥアルテが国死病で急成する。 生前に夫から接生就任を依頼されていたレオノールは、要はフォン・ソゴセイの接生就任を宣言する。しかし、彼女は外国人であるため、ポルトガル国内で人気がなく、大手コインブラコーペドロが人望を集めていた。バルセロス・ハとリスボン大司教の干渉、長女フィリッパが9歳で溶接、維持、ジョアナの出産など、出来事が相次ぎ、 数ヶ月経っても折衝が決まらなかった。コルテスが招集され、すぐにコインブラコー単独の折衝就任が決定された。これに不服なレオノールはなおもコインブラコーを追い落としを格索するが、1440年にカスティーリアへの亡命を強いられた。彼女はトレドで亡くなり、バターアリア修道院に葬られた。レオノールでアラゴン、ありがとうございます。